はい、え、インボイス制度が始まりますけども、当然、インボイス制度には、今まで、課税をされていなかった方の新しい登録が起こることだと思います。と同時に、今まで、こちらの方にね、登録されていた方の、まあ、登録の個人情報ってのも集まってくることだと思います。え、実はね、今回インボイス制度が始まったことによって、え、登録者の公表サイトっていうのが開設されてるんですよ。これなんでこんなことするんでしょうね。えー、言ってみればね、YouTuber とか VTuber、 漫画家の方。これね、あの別に一流漫画家じゃなくても、同人で書いてる方も同じですよ。とにかく、コミケとかで商売されてる方とか、VTuber 活動されてる方とか、あとはそうですね、えー、っと、ショールームですか。ああいうところで収益を得てる方っていうのは、課税登録するはずなんですけども、その課税登録をまとめたサイトがね、なんとね、ご覧のところでね、誰でも個人情報見れるんですよ。こんなことしていいんでしょうかね、国税庁。 いや、これセキュリティこんなに甘いことをやっといて、これ、なんか詐欺業者とかじゃなくても、ファンの方とかでも、この個人情報をもとに、多分自宅の特定どころかね、自宅の住所が、これ出てますから、電話番号とか。むちゃくちゃなことしますね。いや、これはね、ちょっと気をつけてほしいなと思いますよ。うん、インボイスを、うん、進めるのはまあね、まあ問題あるけども、いいんだけども、せっかく課税しますよって方の個人情報、こうやってね、あからさまにすんのは、 国内外におけるかなりの損害が出るんではなかろうかと思います。しかも、<laughs> CSV いうつまり、Excel でダウンロードできますよ、これ。だから、ロボットで自動収集できますよ、これ。えー、これは何でしょうかねいいんでしょうかバグなのかな、これ。うん、ちょっとね、私の方から、や,やりませんけど、実際の作業はね。うん、でも、で国税庁の、 的確請求書発行事業者公表サイトという、前々から一般公開されてるサイトで、え個人情報がどんどん出るというね。いや、これはひどいですね。うん、なんかそのソフトバンクの個人情報流出よりひどいですね、これは。えまさにすんなりと全データのダウンロードができますよ、これ。おこれはなんかどうなってるんでしょうかと思いますけども。 まあこんなところに興味持ってね、アクセスする私みたいな暇人じゃない限りは気づかないと思いますけども。あーでもこれね、クローラーとかでもうすでに撮られちゃってるんじゃないかなと思いますね。うん、というところで、なんかぼやきの動画でございました。ありがとうございます。